キリちゃんが今世界で一番優しい時間。待って、んじゃない。なんだ。何？何？きっと彼が来たの。彼？神宮ですか？奪われたものを取り返しに。もう家族よね、これ。でもなんかそれはお父さんお母さん娘とかじゃなくって、なんかそういう家族じゃなくって、もなんかお互いをみんな大事に思いやってるっていうの、家族っていう。久しぶりじゃないか、ユミ。それにハルカ。お前が神宮。こうして会うのは初めてだね、キリュウカズマ。悪そうな顔してますわ。初めましてと言うべきか、さようならと言うべきか。悪い人しか言わないセリフ。君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。そうだって、取ってるってバレるじゃない、ユミ。当然の話さ。ユミ、まだごまかせるか。それはもともと私の金だからね。どうやって手に入れたのよ。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。あんた本当に人間の心じゃない。はるか。はあ、マジで人間の心を持ってるカズマ。おじさん、キリュウちゃんっていつもこんな感じ。お前。ふん、バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。関係ないわよ。どうして、どうして自分の娘を撃てるんだ。そうよ、仕方ないことさ。何を仕方。その子供は私にとって邪魔者でしかない。本当に私の今後、いや、この国の今後のためには必要のないものなのだよ。本当に嫌いですもん。自分が愛した女とできた子、どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はない。ユミも辛いわよね。自分が出世することしか考えない。こんな人のこと一回愛してしまったっていう。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。必勝やぞ。下の口を叩くんじゃない。おい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 、私には分かるわ。行け行け。どうしてセラさんがあなたを裏切ったか。ユミ行け。なあ神宮、セラ会長はな、何、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はこっち側、あんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身、強い信念だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。そうだったのか。あんたから取り上げようとしたんだ。そうだったのか。バカな。そうよ、何の根拠にそんなことを。一体なんでそんなことがキリュウちゃんに分かるのよ。え、遺言状。セブ、欠陥してました。風間さん、どんな内容なのよ。食べます。食べます。内容教えてください。お前これ名前が入ってねえじゃねえか。確かにこんなのダメじゃない。風間さん、俺は本来登場会仕切る器じゃありません。セラさんもかっこいい。金儲けしかできねえヤクザです。セラさん、あとめは風間さんが決めてください。登場会を。だからって極道の未来を託せる男。結構投げたわね。結構投げたわね。遺言状だと。でかいもん投げたわね。あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、探偵、本当にあったんだよ。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラめ、この子に及んで私を舐めるような真似をしよって。すごい怒ってる。今となってはただの紙切れだ。俺が死ねばな。おお。だがそうはさせねえ。かっこいい。俺は風間のおやつさんやセラ会長が残してくれたものを守る。俺は通ってる。登場会四代目キリュウカズマだ。かっこいい。めっちゃかっこいい。なんなんですのこれ。キリュウちゃんちょっとテンション上がってたでしょあなた。